アレックス・アルボンは、前シーズンにおいて、ウィリアムズの一員として活躍し、チームのコンストラクターズランキングで7位を獲得する一員となった。彼の貢献が評価され、今後の展望に注目が集まっている。アルボンは、以前、トロロッソ及びレッドブルで活動していたが、2019年シーズン途中に、レッドブルに、ドラフトで変わった。しかし、レッドブルでのパフォーマンスのサやエラーが影響し、2021年には、 一時的にスポーツから離れることとなった。その後、ウィリアムズに移籍したアルボンは、昨シーズンにおいて、驚異的なパフォーマンスを披露し、27ポイントを獲得して、ドライバーズランキングで13位に入った。彼は、チームのリーダーシップと技術陣との協力により、ウィリアムズのマシンを改善し、チーム全体の進歩に寄与した。2025年のドライバー市場において、契約が満了するトップチームが多数あり、その中には、レッドブルやフェラーリ、 アルピーヌなどが含まれている。アルボンのパフォーマンスを考慮すると、彼が、再び、上位のチームに移籍する可能性があるとされている。また、ウィリアムズ自体も、改善を遂げており、メルセデスとのエンジン関係の強化や経営陣、インフラの改善計画に注力している。アルボンの残留が期待される一方で、チームの成績や将来の展望によって、その結末が左右されることも指摘されている。彼の、今後の活躍やチームの進化次第で、 ウィリアムズが再び上位に浮上する可能性があるとされている。コメント、アルボンの活躍により、ウィリアムズはコンストラクターズランキングで7位を獲得しました。その貢献が評価され、今後の展望が注目されています。彼がウィリアムズに残るのか他のチームに移るのか、非常に注目ですね。